3位浮上、おかげさまで今日勝てば借金返済のマリーンズ八木沢監督、一方負ければ借金10のバファローズは連敗ストッパーとして山崎をマウンドに送ります。ところが1回、ランナー3塁で平井にあっさりセンター前タイムリー、山崎たったの4球で1点を失います。その裏バファローズもフォアボールの中根を置いて石井、17打席ぶりのヒット。レフトミューレンの肩を甘く見て、実はファーストを大きく回っていたんですが、セカンド五十嵐はそのままサードへ送球、どっちもセーフで二塁三塁。そして迎えるバッターは鈴木、手応え十分の8号逆転スリーラン、3対1、取られたらすぐに取り返し山崎を楽にさせます。さらに3回には中根、鈴木に負けじと弾丸ライナー一直線。マリーンズ前田、大事な試合と分かっていたのに4回途中で悔しいノックアウト。山崎は1回の4球がまるで嘘のような2安打、楽々完投で5勝目、チームの連敗を5でストップさせました。1点を追う近鉄は3回、3塁1塁で5番鈴木。ロッテの先発は先日プロ初白星を挙げた榎木。ラッキーだったという鈴木の当たりは内野安打となって3対3の同点に追いつきます。続く今年阪神から移籍の島田、高めのストレートを狙い撃ちします。島田の移籍後初打点で近鉄4対3と逆転します。近鉄の先発はまだ勝ち星のない江坂、今日もコントロールが定まらずピリッとしません。5回フォアボールを出してランナー1、2塁。ここで鈴木監督、迷わず佐野にスイッチ。佐野は後続のバッターを打ち取り、今年の負けパターンを断ち切って流れを引き寄せます。昨日に続いて今日も投打の歯車が噛み合っていた近鉄、5回満塁で7番金村。2点を追加した近鉄が7対4でロッテを破り、今シーズン日曜日初白星を挙げました。を記録すれば通算70試合目、江夏を抜いて単独2位を狙う先発野茂は1回ヒットとフォアボールで迎えたピンチを2つの三振で切り抜けます。2回にも先頭バッター鈴木をフォークで3球三振、波に乗っていくのかなと思った矢先、田辺にストレートをレフトスタンドへ高々と運ばれ、あっけなく1点を失います。野茂は続く3回2本のヒットでワンアウト3塁2塁のピンチを迎え、バッターは宿命のライバル清原。ボテボテの打球は前進守備の頭上を越えていきます。野茂アンラッキーなタイムリーヒットで3対0とされます。一方西武の先発は近鉄から移籍後初めて藤井寺に帰ってきた小野、その小野は4回を1点に抑えますが、5回ワンアウト1塁から大石のタイムリーツーベースで1点差。さらに続く吉田にもタイムリーツーベースを浴び3対3の同点、小野無念の降板です。野茂は7回このファインプレーでワンアウト1塁3塁をダブルプレー、8回以降2安打に抑え試合は延長戦に入ります。ところが野茂は10回ワンアウト2塁1塁からパグリアルーロに勝ち越しのタイムリーツーベースを浴び決定的、奪三振は7にとどまり記録どころか、近鉄は西武との対戦成績1勝8敗です。延長8回の近鉄は吉井を先発マウンド、西武キラー本領発揮を期待しますが、1点を先制され迎えた3回、西武佐々木に対し吉井のスライダーが真ん中に行ってしまいます。本人も完璧というスイングで西武が追加点を挙げます。さらにこの回2点を許し、4回には阿部にもタイムリーを打たれます。4回途中で被安打10の5失点、ファンもがっくりの降板となりました。0対5、ひょっとしたら今日もと嫌なムードが漂いましたが、2番手木下が素晴らしいリリーフを見せます。5回にパグリアルーロ、ブリューワ、さらに今日タイムリーヒットの田辺と3者連続三振、西武ワンサイドの雰囲気を断ち切ります。このピッチングに近鉄打線が奮起、4点ビハインドで迎えた5回、西武確保を捉えます。まずは松久保のこの一振り、松久保のプロ初ホームランで2点差とすると打線が爆発、この後石井のタイムリーなど打者一巡の攻撃でついに同点、振り出しに戻します。これで流れは1点近鉄、守備にもリズムが出ます。3番手佐野がワンアウト2塁1塁とピンチを招きますが、ファースト石井が横っ飛び、さらにショート水口が超ファインプレー、チーム一丸のプレーで西武に追加点を許しません。そしてドラマは最終回の近鉄の攻撃、ランナー一塁三塁、サヨナラのチャンスで中野のスイングをめぐり抗議した鈴木監督が退場のハプニング、石井敬遠で2アウト満塁、バッターは20歳の中村範弘、西武新谷からセンターにサヨナラヒット、西武に対する逆襲を予感させる近鉄の逆転勝利でした。見事なサヨナラ勝ち、しかし近鉄はそんなことで喜んではいられません。ここまで西武に2勝8敗と大きく負け越しているんです。
そんな近鉄は2回2本のヒットで二塁一塁のピンチ。ここで9番垣内のレフト前ヒットをなんと鈴木がエラー、2点を許します。そして続く阿部がライト前タイムリー、さらに戸間篠も左中間へのタイムリーツーベースを打ち、あっという間に近鉄は4点を奪われ、先発高村この回でマウンドを去ります。しかし近鉄も5回相手エラーと2つのフォアボールで西武工藤からノーアウト満塁のビッグチャンス。ところが大石はピッチャーゴロで三塁ランナーフォースアウト。この後水口のピッチャーゴロの間に1点を返し、なおも2アウト2塁3塁でバッターは中根。しかし空振り三振、近鉄工藤の前に1点を返すのが精一杯。ところが5対2で迎えた9回裏、先頭の中村紀弘が2塁に出てピンチヒッター匠、塩崎からタイムリースリーベース。この後1点を加え5対4、昨日の試合の再現か。しかし水口はセンターフライ、昨日はいい勝ち方したのにな。鈴木監督は言葉少なく球場を後にしました。